新流記者有限講師は、中国の東風技者とフランスの PSAA、プジョーシトロエンとの合弁会社である。東風プジョーシトロエンとも呼ばれることがある。湖北省武漢市に本拠を置き、中国市場を向けに、プジョーやシトロエンの製造、販売を行っている。共に、ZX をベースとする、新旧シトロエン。エリゼト。 富安プジョー206をベースとしたシトロエン C に中国使用1992年5月18日、シトロエン車の製造を目的として、湖北省武漢市に設立され、同年9月から ZX をベースとする富安の製造が開始された。1998年9月には2番目の車種として、サンボックスセダン化した富安988もラインナップに加わった。 2001年9月には、草ラピカソが発売された。2002年6月には、富ス988をフェイスリフトしたエリゼが発表された。2003年1月23日、東風技車と PS8 の間で信号弁会社が設立され、翌2004年4月21日、プジョーブランドが中国市場に再参入を果たした。プジョーは一度は1985年に、 甲州市との合弁でいち早く中国市場への進出を果たしていたものの、1997年に合弁を解消して撤退していた。生産拠点はすべて武漢に所在する。2011年5月、ダプカは年産30万台の能力を有する第三、工場の建設を開始し、2013年7月1日からシトルエンシー・エリゼの生産を開始した。 RCZ4008-308SW 308cc-207cc については完成車輸入となる。C4 エアクロスは完成車輸入となる。ありがとうございます。